日本鹿児島県薩摩仙台市若松町は赤松町は鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市若松町、郵便番号は8 9の0 0 5 4人口は92人、世帯数は41世帯、若松町の全域で住居表示を実施している。薩摩仙台市の本土側の南西部、川内川、 死流熊野城川の下流域に広がる薩摩仙台市の市街地に位置しており、地域の北方から西方にかけては、西海門町、南方には宮里町、冷水町、北東方には東海門町、東方には神田町がそれぞれ接している。大部分が第二次世界大戦終戦後の策定された戦災復興都市計画により土地区画整理事業が行われ、 古くからあった水田を埋め立てて、住宅地となった区域である。また、薩摩仙台市役所に隣接していることから、公共施設も多く所在しており、川内文化ホール、薩摩仙台市消防局中央消防署南部分署などが所在している。その他、民間施設として、北薩摩農業共同組合川内総合支所、川内生母幼稚園、 川内カトリック教会などが所在している。若松町という町名は分割される以前に付近が向田町の生じ若松の区域であったことに由来する。1965年4月1日に向田町の一部の区域において住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で町名、 一番の変更が行われ、川内市、向田町の一部より、川内市の町名、若松町として設置された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、手道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、 法廷合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。浅井い内には、 鉄道は通っていない。最寄りの駅は川内駅である。ありがとうございます。